どうもマサックです。普段はですね、眉毛描いたりしてね、ちゃんと顔整えて漏れてる感じにしてるんですが、今回はおっさん全開、34歳全開モードでいこうと思います。動画はですね、ゴールデンウィーク中撮ってるんですけど、妻がね、毎日のように仕事しているんで、今回はアイリスオーヤマのヘルシープラスを使って無水牛すじビーフカレーを作ろうと思います。材料はこんな感じですね。牛もも、牛すじに玉ねぎ、人参をベースにして、トマトピューレとかを使いながら無水で作っていこうと思います。今回は必ず美味しくしたいので、市販のルーを使って、さらにカレー粉も使います。みじん切りにした玉ねぎと鉄のフライパンを置いて、レシピガン蒸しで記載していなかったオリーブオイルを引いて、ある程度鉄のフライパン温めます。その後にですね、試しに玉ねぎみじん切りちょっと入れて、いい火加減だなと思いましたら全部入れていきます。はい、結構大量ですね。玉ねぎ大きめの2つ入れました。はい、余裕でこぼしちゃいます。はい、こんな感じに入れました。全部入れました。香りがね、玉ねぎの香りすごくね、香ばしくて最高ですよ。はい、でこんな感じでね、はい、とにかく飴色になるまで炒めていきます。そう、飴色になるまで炒めていきます。尺が分かんないので2回言いました。はい、焦がしすぎました。ちょっと焦げをつけすぎちゃったので、ちょっとね、水を入れて焦げを取りながら、さらに飴色に仕上げていきます。まあ、これぐらいの焦げ加減だったらね、まあまあ許容範囲でしょう。逆に旨味がある程度あると思うんでいいかなと思います。でここにケチャップを適量早速入れちゃいます。さらにさらに、こちらですね、とんかつソースですね、ブルドックのソースですね、こちらも適量、まあ大体ともに大さじ1杯ぐらいで考えとけばいいかなと思います。それを、玉ねぎにかけて、さらに飴色になるまで炒めていく。そう、飴色になるまで炒めていく、炒めていく。そう、一人だとこんなテンションです。はい、である程度飴色になりましたね。はい、これくらいになったらですね、まあ、次の段階に行こうかなって感じですね。はい、ある程度形を整えて、ここでカレー粉大さじ1杯ぐらいですね、入れてみました。そして生姜のチューブとニンニクのチューブを入れて、まあ、ここもがっつりですね、混ぜていきます。まあ、なぜこのカレー粉をね、このタイミングに入れたかっていうと、直感です。ガン蒸し、香りがどうとかよく分かりませんが、とりあえず入れてみました。でその後にですね、濃縮されたこのトマトピューレを入れていきます。まあ無水カレーなんでね、お水の代わりにこのトマトピューレを入れて、このカレーの、まあ、原型となるペーストを作っていくわけでございます。はい、すでにいい感じですね。はい、これ香りを嗅いでみましょうかね。早速どんな感じでしょう。フルーティー。はい、なんかいろいろ言ってますね。テンション上がっております。非常におじさんテンション上がっておりますよ。はい、まあ、こんな感じにできましたら、次はですね、アイリスオーヤマのヘルシープラスの出番でございます。こちらをパカッと開けまして、はい、すでに、適当に切りましたこの人参2本をですね、がっつり入れて、その後、これもね、一口大に切りました牛すじと、牛ブロックですね、牛もものブロック肉を入れていきます。肩だったかな、間違えてたらすみませんが。はい、そしてさっき作ったこのカレーペーストをですね、ドロドロドロっと入れていくわけでございます。はい、ちょっと焦げついちゃったんでね、なるべく焦げついてるのもこそげ落として全部もう入れていこうと思います。はい、こんな感じで、具材を適度にね、軽く混ぜ混ぜします。この後は市販のルー絶品を入れていきます。まあ最初はね、半分4分の2入れました。つまり2分の1ですね。その後チョコレート、カカオ 86% を2つぐらい入れてみました。まあ後ほどね、こう薄かったらどんどん足して調整していくっていうイメージになります。そして、隠し味コーヒーですね、まあ、これでちょっとコクというか深みを増そうという作戦でございます。水をね、あんまり入れていない分ですね、まあ、このコーヒーとかでちょっと水分をプラスしていくイメージですね。はい、そしてこれをゆっくり混ぜ混ぜ軽くしていきます。はい、もうすでに美味しそうなんですけどね、これ見てる時点で。そして、ヘルシープラスをセットして、メニューカテゴリーからカレーを選び、無水カレーというところに今回はチェックを入れてみて、加圧調理でございます。スイッチをオンしていきましょう。ということで1時間ぐらいね、これを待ってみます。はい、変なおじさんがゆっくりゆっくり出てきました。これ10カットぐらいテイクやり直しました。ということで見てください、これが
飛び出ると、密閉。はい、そして1時間経ったので様子を見てみましょう。はい、排気にセットしてゆっくりですね、LC プラスを上げてまいります。蓋を開けますと、どんなのどんなの見せてよ。うわー、なんかすごい濃くてドロドロしてるようなイメージのカレーなのかカレーじゃないのかよくわかんないけど、美味しそうなの出てきました。ということで、ゆっくりゆっくり下からこうねかき混ぜて、温まったですね、熱々のルーとかさっきのチョコとかをね混ぜていきます。見てよ、これもううまいでしょ、絶対間違いなくうまいです。今これね、後でナレーション入れてるんだけども、見てこれ、ほらもうよりよりのもうカレーが、あーい、美味しそうでございますね。ということで一回試食してみましょうか。こんな感じで試食してみました。どうぞ。うめえ、うめえぞ。うめえ。うわ、どうしよう、入れる？トマトのね、酸味がね、若干強い。どちらかっていうと今ね、ハヤシライスみたいな、すごく濃くて美味しい、でもその、しょっぱいとかっていう濃さではない、その旨味としての濃いハヤシライスみたいな感じになってるから、ルー入れちゃう、少し。どうしよう、入れすぎると濃いかな、どうだろうな、入れちゃおう、入れてみよう。やば、ってか牛すじ食べよう。まず人参、ほろ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 、あめうめ、牛の肩、牛肩、全然噛み切れる、噛み切れる、柔らかい、うん、うめえ、おいしい、うん、余裕、ちゃんとこの肉としての硬さというか食感はしっかり残ってる。ちゃんと個体としてのこのブロック肉としてのこの美味しさ、歯応えっていうのはあるんだけど、全く硬くない。今まで普通の鍋とかでやってたら結構硬くなっちゃったりはするんだけど、もうふにふに柔らか、ビーフシチューみたいな、ビーフシチューみたいな、うまい。これ牛すじ、ちょろっと丸まってる感じ、バリうま。うま、ちょっとうますぎる。これでマジで十分うまいんだけど、ちょっとカレーよりもハヤシっぽいから、もう少しカレー粉2個足します。ある程度味が整っているので塩コショウをまぶして、さらにちょっとコーヒーを足したりとかしていて、ハヤシライスっぽいようなソースのうまみをですね、だんだんカレーの方に近づけていきます。ちょっとね、牛乳も足して少し甘さというかまろやかさも足しつつ、クミンとかコリアンダーとかを入れてカレーの香りをまたね増幅させて、試行錯誤しながらこう味を微調整していくっていうような感じですね。はい、そしてまあ何回かねこうやって味見をしてですね、まあ本当にこう美味しく、辛すぎず濃すぎずでもうまいカレーを作れるかどうかっていうところを見ていきます。はい、そして同時にですね、ご飯もチンしておきました。はい、チンじゃないですね、はい、炊飯器なんでね、ちゃんと炊きました。
これも最高にうまくできました。ちょっとねあまりにもねあのうますぎるカレーができちゃったんでですねついついですね、まあ仕事帰り中のですね彼女にですね電話してしまいました。はい、うまいものがちょっとこのうまさをですねあまりにもねすぐに伝えたくてですね思わずこうね電話してしまいましたけれども、はい、めちゃくちゃ笑ってましたね。はい、そんなこんなで彼女の帰宅を待ちます。じゃあどうぞ。声がさっき。じゃあゆっくり開けてください。どうぞ。酸味がある。酸味がちょっと。うん。薄い、ほぼ薄いタレ。そうそう、コーヒー、牛乳以外。うまっ。うまいよ。うわぁ、いつぶりだろ、カレー食べるの。めちゃめちゃうまくない？うまい。濃すぎる？大丈夫？めっちゃうまい。ちょうどいいよね。ちょうどいいっていうか。早くおされる。うまー、飯、準備。やばー、漆黒ですね。漆黒の黒カレー。黒カレーですね。黒カレー、ありがとうございます。ゴールデンウィークねえ、お互いちょっと働いてるから、イエーイ、ご褒美、うん、石橋さんから、清太郎さんからいただいたこのねルクルーゼだっけ、かわいい、かわいい、6色ぐらい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、減量中ということでちょっとちっちゃめのにしましたから、ありがたくいただきました。絶対おかわりしたくなる。いただきます。ではではいただきます。肉食べてほしい、このブロック肉みたいな。うん、やばい、ほろほろ、でしょ、うん、これ食べれる。食べられるでしょ。うん、なんかワインみたいな、なんかわかる、うん、コクが、うん、すごいよね。あのチョコをちょっと入れたから、うまー、米もうめー、米もうまい。うまっ、うーん、いつぶりだろうカレー食べんの、ね、やばくない？めちゃめちゃうまい。うまいよね、めっちゃ美味しい。ちょっとお店級じゃないこれ、うん、ちょっと今日はここ最近ちょっと忙しすぎて自分の YouTube もなかなか撮れなかったんで、お互いちょっと働いてるんで、ゴールデンウィーク久々に妻をもてなすという料理度、もてなされていた。おもてなし成功でしょうか。チーズがねやりました、うん、ということでからは二人の時間としてゆっくり食べます。うまいです。さようなら。さようなら。うまー、いや、よかった。